今回は昆布缶のやつですね。黒昆布をいただきたいと思いますが、どんな味かと思いますかですね。これは紙でできてるんですけど、これ食べられるんですね。うん。確かに黒昆布の私は初めてだね、これね。昆布だ、昆布の味がするんだけど、寒天の味が確かにしていて、まあ面白い、面白いですね。うん、ちゃんとの驚く中で昆布なんです。昆布の味がするけども、非常にまったりして食べられる。うん、なかなか面白いなと思うし、今度のこれ何とも言えないね、味わいがよくて、まあ結構好きで、うん、まろやかな。肌触りと昆布の味が良くてね。まあ結構、いい美味しい味で。うん。なかなかいいね、昆布と味わいがいいんじゃないかなっていう感じで、これもそんなに悪くはない味ですね。非常に簡単に口の中にシャーッと溶けちゃうけど、まあ、それがまたいいなっていう感じの味わいです。どうもありがとうございました。